こんにちは。バラの記録チャンネルのしずくです。今回は我が家の山野草、雑草との戦い現状報告と、ハマキムシの入ったバラの対処、その他花苗の春の作業をご紹介いたします。それではどうぞ。今日は4月20日火曜日午後4時半過ぎで、気温は14度ぐらいだと思います。我が家の柿の木もようやく葉っぱが出てきました。楽しみです。でですね、ここしばらくの嵐の間に大変なものがまた出てきてしまいました。こいつですよ。うちの敷地内に来てますね。これ地下茎で増えるのかな。一応足で踏んづけておこうと思うけど、また出てきそうな気がしますけど、まあやってみます。一応倒しときました。あっちもね、バラにかぶさってきちゃうの。危ないから、ちょっとカメラ落ちます。はい、こちらは二輪草です。まだまだ楽しめてます。すごい長いですね、お花を楽しめる時期が。いいですね。結構毎年増えてってます。今ですね、大風で倒れた苗を洗っていたら、シューラネージュになんとつぼみを発見しました。ちょっと4月しかもまだ中旬というか後半に入ってきましたけど、こんな時期につぼみっていうのは今までありえなかったので、本当にびっくりですね。いつも5月中旬ぐらいだと思うんですけどね、早くても。1ヶ月以上早いですね。ちょっと後輩の関係もあって今咲かせてる場合じゃないので、この子はピンチしときます。なんとですね、うちの木工バラにつぼみがもう見えてます。毎年5月の終わりにやっと咲く感じなのに、本当に1ヶ月ぐらい早くなっててびっくりです。はい、こちらは1週間ぐらい前に楽天市場の君のボタニカルオアシスさんという店舗さんから届いていたカリブラコアとゼラニウムです。こちらも今年夏の寄せ植えに使おうと思っていて取り寄せました。結構暴風雨がすごかったので1週間ぐらい段ボールのままだったんですけど元気です。でカリブラコアもご親切にお花がきっちり分かるようになっているので、まだ寄せ植えできませんが、切り戻しておこうかなと思います。では切り戻します。はい、届いたカリブラコアを短く切り戻しておきました。結構復色系のものを中心に買ってみました。でですね、ゼラニウムの方のこのホワイトトゥーローズっていうのが、なんか口コミによると去年ものすごく大人気でなかなか手に入らなかったから今年買えて嬉しいっていう口コミがあって、そんなに大人気なのと思って買ってみたやつです。楽しみです。
ペチュニアは手がベタベタしてお手入れしにくいので、今年からカリブラコアを育てることにしました。ペチュニアより冬越しもしやすいそうなので、年越しもチャレンジしてみようと思います。ゼラニウムは今年で2度目のチャレンジです。冬が来る前にきちんと室内に取り込めれば来年以降も楽しめると思います。カリブラコアとゼラニウム、どちらも雨や蒸れに弱いので、お互いに寄せ植えにしたらかえって管理しやすいかもしれませんね。はい、こちら西のお庭で3週間ぐらい前に除草剤かけたところもしっかり枯れてます。私はこの土地で生まれたんですけども、実は高校卒業したら上京しちゃったので、雑草とかのことを全く今でもよく分かってないんですよね。それで3週間ぐらい前に除草剤かけたところもしっかり枯れてます。なんか除草剤は体に悪いからってご心配くださった方がいたので、なるべく次回からは個別に抜くようにしたいんですけれども、とりあえず今回は除草剤は効いてます。3週間ぐらい前に除草剤をまいたロゼットはしっかり枯れてますね。はい、ここは家の東の方のお庭で、ここが上の段で、こっちが下の段っていう感じです。で、ロゼットがいっぱいです。3週間ぐらい前に除草剤をまいたロゼットはしっかり枯れてますね。で、杉菜とか別にいいかなと思って残したのは残ってます。東のお庭の上の段で、こっちが下の感じです。クローバーとか除草剤かけなかったところはしっかり残ってます。それからこの間切り倒しておいたこやつが茎を折ったんですけども、立ち上がってきちゃってますね。ダメだこりゃ。これ地元でどんぐりって呼ばれてるんですけど、名前なんだっけ、この間調べたんですけど、一応食べられる山菜的な、食べられるものなんだけども、どうしようかな。一応ハサミで切っておこうと思います。はい、我が家の敷地の上の方にまだいっぱい入ってますけども、これイタドリっていうみたいですね。名前を思い出しました。うちの田舎ではどんぐりって呼ばれたりもしてます。これがものすごく大きくなって、でも結構可愛い花が咲くんですよね。なんですけども、バラが見えないぐらいにかぶさってきちゃったりするので、あとすごい繁殖力なんですよね。で、地下茎でつながっててどんどん繁殖していくので、本当は掘り返して全部根っこを取った方がいいのかもしれないけど、そこまでやってられないなっていう感じで、一応上に出てる部分をハサミで切り取っておきました。なんかカーメンくんが前に、笹とかもそうなんですけども、がっつり地下茎でつながってて伸びてくるような頑固なものは、とりあえず上物というか葉っぱだけでも取っておくと、光合成できなくてじわじわとやっつけることができるから、
そんなような対処でもいいんじゃないかっておっしゃってるのを聞いて、そうだなって思って、まあ、そこまで神経質にやらなくても出てきたのを対峙してっていう感じでやっていこうと思います。真夏には2メートルぐらいの雑草が生えてくる場所なんですけれども、なんとか維持したいと思います。この程度で頑張ります。イタドリは血止めしたり痛みを和らげる効果もあるそうですが、世界の侵略的外来種ワースト100に選ばれているそうです。画像のように可愛い花も咲くので、うまいこと防御して付き合っていこうと思います。はい、こちらお庭の西側のつるバラのエリアなんですけども、こちらも上の方から笹が結構降りてきちゃうんですよね。それで、タケノコみたいになって生えてきていたので、それも一応見つけ次第取っておいてます。なんとか、バラの葉っぱが隠れないような感じで、今年の夏を乗り切れるかチャレンジしてみます。頑張ります。笹は防腐作用があるので、地元でも笹団子やちまきを包みますし、普段のお料理でも飾りに使ったり、おにぎりや蒸し物を包んでも素敵だとは思います。いずれはうまく利用できるようになりたいです。はい、で今日はいよいよこのハマキムシが入ったところ、こういう葉っぱを一つ一つ手で取り除いていこうと思います。なんか毛虫っていうかの場合は、ハマキムシもそうなんですけども、お薬をかけても直接かからないと退治できないようなので、やっぱり物理的に、取り除いて退治した方がいいみたいですね。で、その後に、明日はちょっと雨が降るみたいだから、明後日か雨が降らない時にお薬を今年初めて撒きたいと思います。我が家のバラ苗、まだ3分の1ぐらいしかパトロール終わってないんですけれども、もうこの8リットルのバケツにいっぱいハマキムシが入った葉を取ってきました。毎年こうなんですよね。それで葉っぱが残った様子を見て、最初のつぼみを咲かせるかどうか決めてます。なんか葉っぱが少なくなっちゃった子はピンチして、葉っぱがわさわさ元気になった頃に咲かせたりとか、そういう調整を我が家ではしています。我が家では去年の春からはバラの株元にオルトランなど根から浸透させるタイプの流剤の殺虫剤を撒くのをやめています。元バラ園の公園長様の YouTube で教わったのですが、草花とは違い木として毎年成長していくバラに根から殺虫剤を吸収させると確実に株の寿命を縮めるそうです。オルトラを巻かずにどうするのと母に聞かれましたが、我が家では2週間に1度ほど黒星病予防に殺菌剤を散布するので、その時に殺虫剤も混合して一緒にバラの葉と株元の土の表面に散布してしまいます。ただ今年はまだ一度も殺虫剤をまいていないので、
バラのカリプソの新芽にアブレムシまでをも発見しました。バラにアブラムシがついたのは我が家では初めてです。他にもコガネムシの卵など土の中も心配なので、今年からはバラの株元に害虫忌避の効果もあるニームケーキを施そうと思っています。ニームケーキはこのお得な20キロのものを買ってしまいました。この春とそれから夏が終わって涼しくなってきた頃にバラの株元に施そうと思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。